までまだ時間あるし、なんか食べようよ。私もうお腹ペコペコ。どれにしましょうか。たこ焼きにリンゴ飴に焼きとうもろこし、アメリカンドッグもありますよ。あちらにはチョコバナナとベビーカステラもあります。どれも美味しそうで迷っちゃうな。こうなったらもう片っ端から行っちゃおっか。さすがにお腹が持ちませんよ。千里ちゃんは何か食べたいものある？そうね、私はこういう食べ物にはあまり馴染みがないから、どれがいいのかわからなくて、だからみんなに合わせるわ。ならお店を見て回りながら決めよっか。見てるうちに食べたいものが見つかるかもしれないし。いいですね。千里さんもそれで大丈夫ですか？ええ、ありがとう。それじゃあ屋台巡りにレッツゴー。おー、へえ、千里ちゃんイチゴ味にしたんだ。私はね、ブルーハワイ。千里さんがかき氷を選ぶとはなんだか意外でした。そうかしら。喉も渇いていたし、それに色がとっても綺麗だもの。冷たくて甘い。うーん、頭にキーンってきた。あやさん、キーンはかき氷の醍醐味です。かき氷を味わうには必要不可欠です。そうだよね、やっぱりかき氷にはこれがないとだよね。はっ、無理せずゆっくり食べればいいのでは。ねえねえ、ベロ青くなってない？本当だわ、真っ青になってる。かき氷って面白いよね。千里ちゃんの舌も真っ赤になってるんじゃない？見せてよ。いやよ、恥ずかしいもの。チェー、今の音って。ああ、向こうの射的ですよ。ベルが鳴ってるということは景品をゲットしたんですね。ねえねえ、そしたら次は射的やろうよ。いいね、いっぱい景品取っちゃおう。よーく狙って、よーく。またヒットしました。まやさん、射的お上手です。自分こういうの好きなんですよね。景品はソフトビニールの指人形ね。これは猫のふわキャラかしら。それじゃあ次は誰やります？はい、私やりたい。おお、頑張れあやちゃん。ガバイガバイ祭りでやった時は面白いくらい全然当たんなかったもんね。だからこそ今日はリベンジだよ。どれを狙おうかな。よし、あのお菓子の箱にする。おお、なかなか大物です。さすがあやさん、目標は大きくですね。軽く集めてよーく狙って、はい、当たったわ。けどびくともしませんね。敵の守りは鉄壁です。うーん、せっかく当たったのに。あやさん、射的にはちょっとしたコツがあるんですよ。まず銃の構え方ですが、脇をしっかり締めて撃った時にぶれないように固定させるんです。あとは狙う角度ですね。正面から景品の真ん中を狙うのではなくて、下から右上部分を狙えば倒しやすいですよ。なるほど、やってみるね。脇を締めて銃を固定、下の方から右上を狙って、はい、あ、取れた。やったやったね、あやちゃん、景品ゲット。あ
必中です。ガバイガバイ祭りのリベンジ成功ね。うん、取れるとこんなに嬉しいんだね。マヤちゃんのおかげだよ。いえいえ、自分はちょっとしたコツを言っただけです。アヤさんの筋がいいんですよ。今度から特技の欄に射的って書いちゃおうかな。狙った獲物は外さない、なんちゃって。手品もそうだけど、いろんなことができるようになっていくわね。あ、ヨーヨー釣り。え、ほらあそこ、ヨーヨー釣りの屋台があるよ。次はあれやろう、千里ちゃん。ちょっとひなちゃん、あまり引っ張らないでちょうだい。ほらほら、みんなも早く置いてっちゃうよ。ちょっと待ってください、ひなさん。